金山城は現在の岐阜県蟹市にあたる美濃国蟹群金山に存在した日本の城。城石は美濃金山城跡として2013年に国の史跡に指定されている。城郭の形式ははしご角式山城。県山城と表記されることが多い。1967年に岐阜県指定史跡に指定され2013年に 国の史跡に指定された。標高約277メートルの古城山の山頂に、築かれ、天守台を山頂に配置し、本丸を中心に、二の丸、三の丸、南腰狂和、西腰狂和が、連閣式に配され、天守台北東側に、東腰狂和と称する一角がある。本丸五天後天文六年に、終わり国信仰のため斉藤道造の命令で、 近辺の十四諸将の協力を得て、有志の斎藤正義が築城し、カラス、ミネ城と名付けられた。しかし正義は、天文十七年に、近隣のくくり城主時役五郎に、くくり城へ招待された際に撃たれ、城主が一時不在となった。その後、織田信長が、美濃国を領地としたことに伴い、永禄8年に、家臣の森吉成が城主となり、に山城と解消した。 元気元年に、大見宇佐山城の戦いで、吉成が戦死し、その直前に、長男の吉高も、手筒山城で討ち死にしたため、次男の長吉が後を継ぎ上手となった。天正十年長家が、品の国川中島に転覆されると弟の森成、年が入るが整理は同年中に、本能寺の変により討ち死にし、また長吉も、 情勢不安の川中島を捨てて戻ってきたため、再び長吉の領地となる。天正十二年に長吉が小牧、長久手の戦いで戦死すると、かなりの六尾の忠政が上手となる。慶長五年に森氏が川中島藩に転封されると、城は石川貞井の所有となり、建物は解体され、石川市の居城である犬山城の改修に使われたという。 県山城の天守が犬山城の天守として移築されたという伝承があったが、1961年の犬山城天守の解体修理の際の調査の結果、移築の痕跡が全く発見されなかったため、移築説は現在は否定されている。2006年カニシが約5年かけて県山城の発掘調査を行った。当時の茶ワニア、 河原等の多くの遺物が出土した。2017年4月6日、俗日本百名城に選定された。遺構には車、土類、井戸、堀、石垣などの一部が残り、本丸には石碑が建てられている。城の建造物は、慶長5年に解体され、麓の金山港から木曽川を通じて犬山まで、運び犬山城の改修工事に利用されてしまったが、 犬山市の随仙寺に二の門が、ガ西金山に、裏木戸門が、一区現存している。本丸。お堂は、鳥竜神社の拝殿古城山の山頂部に位置し、県山城の中枢となっていた。周囲は土塀に囲まれ、北側に天守を設け、隣接して、南東側に小天守、さらに小天守の南西側に、袖櫓が隣接していた。そして、中央部に、 本丸御殿南西側に西南住屋倉を設けていた。天守と本丸御殿の間に建物の礎石が見つかっているが、詳細は不明である。現在は鳥竜神社となり、本丸の北西側には石碑が建てられている。なお、かつては金山城の天守が犬山城に築されたとの説があったが、そのような痕跡はないことが近年の調査で分かった。 大手真っすぐ谷の丸から本丸へ登る途中にある門や土塀に囲まれた空間。南側正面に大手門、大手門を過ぎて、右手の一四段、三段の上に二の門が設けられていた。規模は南北約9メートル、東西約12メートル。普段は武士たちへの威厳を示す場所であり、ここまで来た武士は呼吸を整えながら、 本丸へ登るために、絵門の乱れなどを直していた。二の丸南腰車の南側に位置する角。下臣団の屋敷が設けられ、南側に、三張り櫓、北側に、二の丸門が設けられていた。三の丸西腰車の南側に位置している角。馬屋などが設けられていたと考えられており、中央部に、三張り櫓、南側に、三の丸門が設けられていた。 デマルカネヤマ城の第一防衛線のため、大手口に築かれた車。城内で唯一独立している車で、規模は、東西約50メートル、南北約43メートルで城内で最も広い、車である。北側は高さ約3メートルの土塁で築かれ、南側は高さは、約3.4メートルの石垣で築造されている。デマルの石垣は、 町内で現存する石垣の中で最も古いと言われている。現在は近くに駐車場があるため他の核と比べて比較的整備されている。南越来は本丸の南側に位置している核規模は320平方メートルで中央部に武器やぐらが設けられていた。南側に共同アンテナが建てられている。西越来は三の丸の北東側に位置している核 規模は、約265平方メートルで、三の丸見張りあぐらの石垣の残石などが、散乱している。三の丸見張りあぐらとの間に、水守門が存在した。本丸の東隣に位置している各。北側には、東西約10メートル、高さ約3メートルの石垣を構築し、石積み手法は、のぶで、出丸の石垣とともに、 城内で最も古いと言われている。面積は、東西、約21メートルの330平方メートルで、天守台の石垣の隣に、天水井戸が設けられていた。カラメテモン関本丸の南側に位置している各、南東隅に、カラメテモンが設けられていた。規模は、長さ約20メートル、幅約5.6メートル。北方の飲み屋グラありがとうございます。